洋子山ごぼうは山ごぼうか山ごぼう族の多年層。別名はアメリカ山ごぼう。別名の通り北たアメリカ原産で日本では明治時代初期以降に各地で繁殖している気化植物である。高さは2メートル前後に達する。茎は無毛で赤く根は太く長い。葉は大きく秋になると紅葉する。6月から9月にかけて白色ないし、 薄紅色の花からなる花水を枝先につけ、花器に扁平な果実をつけた後に初秋に黒く熟す。熟した果実は柔らかく潰すと赤紫色の果汁が出る。この果汁は強い染料で衣服や皮膚につくとなかなか落ちない。この特性のためアメリカ合衆国ではポークウィードやインクベリーなどとも呼ばれている。ヨウシヤマゴボウは有毒植物で、 全体にわたって毒があり、果実も有毒である。毒性は、根用果実の順であるが、果実中の種子は、毒性が高い。毒成分は、アルカロイドである、フィトラッカトキシン、サポニンである、フィトラッカサポニン、アグリコンであるフィトラッキゲニンなどである。また、根には、硝酸カリウムが多く含まれる。誤食すると、2時間ほど経過後に強い嘔吐や下痢が起こり、 摂取量が多い場合はさらに中枢神経麻痺から、痙攣や意識障害が生じ、最悪の場合には呼吸障害や心臓麻痺を引き起こして死に至る。幼児の場合は、種子を破砕した果汁を誤飲すると、果実スーツ部分でも重篤な症状を引き起こしうるために十分な警戒を要する。根や種子には、植物タンパク質の一種である、ポークウィードマイトジェン、 コークウィード抗ウイルスタンパク質などが含まれる。これらの物質も毒性を持つが同時に有用な薬理作用を持つものと期待され研究が進められている。アメリカ合衆国ではかつて着色料として安価なワインなどに用いられたが毒性を持つために現在は使用されていない。また、かつては主にアラバマ州などの南部地域においてワカメを茹でこぼして 毒を抜いた上で食用にするところもあり、トニー・ジョー・ホワイトが1968年に発表したヒット曲、ポークサラダ。アニーのポークとは、豚肉ではなく本種のことを指している。味噌漬けなどに加工して売られている山菜の山ごぼうは、本種、または禁煙の在来種山ごぼうとは全く異なる、菊花に属するアザミの一種である、森アザミか野菜のごぼうの根であり、 類縁関係は遠い。ありがとうございます。